今出てきて捨てた気持ち悪いんだけど翔一さん、直子美さん、ありがとう。ギフト、これかわいいね、お菓子のやつ。なんでお菓子なのかもう忘れちゃったけど（笑）こんばんは、ゆきんこさん、食べてありがとう。食べます、食べます。カラコンカピカピのやつ、虫に見えてビビった記憶ある。やばい、虫やばい確かに分からなくもない。ゆきんこさん、ありがとうございます。かわいい、そのギフトも。制服生写真よかった。あ、そう、今生写真発売中です。制服の生写真ぜひ見てみてください。ゆうきさん、結婚して30日目ダメです。 MV 解禁楽しみ。そうなんです、そうなんです、実はあさってショールーム選抜の MV が解禁になります。記念配信もやるみたいですね、 MV 解禁配信楽しみです。ダリアさん、ありがとう。ケンジさん、結婚してダメです。ダリアさん、ありがとう。ヤンさん、ありがとうございます。そうなんですよね、かなり楽しみ。 MV ありがとうございます。そう、あさって記念配信をショールーム選抜8人勢ぞろいで、させていただきます。はい、そうなんです。あさっての解禁のルームって公式と別なんやね。そうなの？って全然知らないんだけど、マジで。なんかさ、あのツイートの引用リツイートにさ、あやなんさんもさ同じ感じでさ引用しててさそう、何にも知らないけどみたいな書いててそれなーってなった。あさってに解禁のショールーム、特別ショールームをやるって、なんかそれは昨日だか一昨日聞いたんですけど、それ以外マジで何も聞いてないんだよね。楽しみでーす。一緒に MV 見れるのね。そうみたい。あさってですね、明日は十六新橋昼夜なんですけど、あさっての19日になんかショールームのあれです、なんか8人揃ってやれるみたいです。ショールーム選抜 MV 解禁スペシャルみたいな。あー、今日一回も巻いてないんだよね、髪の毛が邪魔です。これピンないかな、止めたい。私とても邪魔です。あったあった。ああ、秋花粉かな、きつい。明日劇場に行くので結婚して直子美さんダメです。小次郎さん、いつありがとうございます。こっちかな。これ全部だとメイク前みたいになっちゃう。明日に影響しないように分け見つけやすいところでやっとこう。いいよ。あ、視界良好。
邪魔です、邪魔です。前髪、宇野純さんありがとう、ハート。邪魔です、をダメですみたいに言うのくさ祝日仕事税に優しい AKB 様。10時半じゃない、10時じゃなくて MV 公開感謝、それなマジで助かるよね。この時間ならみんな見れるじゃんと思った。はい、桜の友達さん、かもちゃんありがとうございます。ギョルミョンジャチさん、結婚してダメでーすダメでーす。オンデマ組です、リアタイします。明日の公演ですか、よろしくお願いします。え、なんか台風やばいらしいよね、なんか明日から、なんなら関東も今日から雨っていう話だったんだけど、まあ今日は雨降んなかったから明日からやばいんかなと思って。ちょっと怖いですね、明日怖くない、大丈夫かな、明日から、明日はなんか九州の方がやばいみたいですね、明日明後日らへん。本当にね、だいたい連休にこういう台風とか被りますよね。ハーブのナオミさん、食べて食べます、ありがとう。カモちゃん、結婚してダメです、こんな顔です、結婚してにはもうこんな顔ですあね、HKT の劇場公演中止っていうのはなんかお知らせみたいので流れてきた。よいしょ、あー鼻が、なんか秋花粉始まってますか、秋花粉。すごく辛い、私国広さん、ハートありがとうございます。どこまで読んでる、始まってる、くしゃみとか鼻水止まらない、え、だよね、私は今日今朝からくしゃみ止まらなかったし鼻水つらいな。え、やっぱ始まってるか、明日やば、明日公演中鼻水止まんなくなったらさせてください。宇宙さんありがとうございます、タコ10個だが、しかしアバターは出ないのかしら、出てあげて一応 AKB のフィーチャーデーは明日らしいんですけど、明日のフィーチャーデーには全員に配ってほしいです、本当に。明日なんだけど、一応公演終わってから配信できるはずなんですけど、まあ、なんか年には年をってことで2回公演行く前に、っていうか行く前だとギリギリになっちゃうから、午前中朝にちょっとだけ配信しようかなと思っています。はい、フィーチャーデーはもともとなんかそのグループの垣根を越えて、あのコラボ配信とか禁止なんですけど、普段は事務所が違うから、あー鼻が出てくる、そうなんですけど、本当はこの48グループフィーチャーデーのこの1週間に他のグループの子たちとコラボしてもいいですよっていうのがあるらしいんです。
なんですけど、まあ別になんか特別すごい仲がいいメンバーがいるわけじゃないので、なんかそのグループの垣根を越えてコラボ配信をしていいっていう風に言われても、まあ他のね、グループのメンバーとコラボする人っていうのはなかなかいないですね。そう、そういうのが意外とあるらしいんですよ。なあ、鼻が死んじゃうよ。長子とわるさん、ありがとうございます。そう、知らないよね。私も知らなかった、知らなかったんだけど、なんかよくよくそのフィーチャーデーのなんかできることとかそういうの見たら、そうやって書いてあった。あとこのフィーチャーで毎月やってるフィーチャーデーのこの48グループフィーチャーデーの1週間の間は、その月のなんかメンバー、その月の誕生日、誕生月メンバーがあのなんだっけ、何万ポイント獲得でみたいな、クマのぬいぐるみとギフトがもらえるみたいながありますね、普段は。それとあとそのコラボ配信の件が可能っていう感じらしいです。で、そのクマなんですけど、そのゲットしてないっていうことをね伝えて、マネージャーさんがえってなってて、探してくださいって昨日お願いしたばっかりです。6月の時のクマ、私ゲットしたはずなんですけどもらってないですって言って確認してもらってます。ヨッピーさん、ありがとう。タコ10個、待って、花やばい。よいしょ、持ってきた鼻セレブ。あの普通のティッシュだともう鼻が多分真っ赤っかになっちゃう鼻が真っ赤っかになって肌荒れを起こす気がしたので鼻セレブを持ってきました。ヤンさん、ありがとう。ゲームクマさん、そうクマ今探してもらってます。ヘンリーオータさん、ありがとう。小判、え、明日話せれば、嘘、本当ですか、ありがとうございます嬉しい。愛知のあいつはさ、かわいい。結婚してダメです。小島さん、結婚してダメです。愛知の伊藤さん、ありがとうじゃないです。え、箱、本当に箱の話すれば持ってきてくれるの、本当にめっちゃ嬉しいんだけど今めっちゃ嬉しいかも箱の話すれば、え、泣いて喜ぶありがとうありがとう。529日連続配信中、ありがとうございます。529だって、530日だ、明日だ、ありがとう不合用ティッシュ、やばい、話せるのこと秋葉原の松木雄で買っていくかって、本当にみんなから何、私話せればもらえるの明日話せればで溢れ返ってるかもしれん、やばい。話せればもらったらめっちゃ嬉しいな
もうお洋服とかなんとかじゃなくて、もう花セレブっていう大竹さんのプレゼント、他のメンバーと違ってなんかすごい花セレブがたくさん届いてるんですけど嬉しい、最高。そのうちキャリーケースとかに入りきらないぐらいな花セレブみんなからもらおうかな持って帰れないんですけどって。ローさんタコ10個ありがとうございます。ユージさんありがとう。シュークリームなのかな、かわいい花セレブ一択。花セレブは嬉しいです。私本当に花粉ひどくて、春花粉秋花粉どっちもやられちゃうので。ダンボールで送りつければいいかな。え、箱ティッシュ箱買いですか、最高シャワーキャップいりますか。シャワーキャップねまだ全然余ってるから大丈夫だよ大丈夫大丈夫、今ね溢れ返ってるシャワーキャップあーこれマカロンなのかなって、シュークリームって言ってた、マカロンだったのかな、わかんないや。チャケさんのプレゼントだけ異常に実用的なのだって、めっちゃ面白いカモちゃんハートありがとうございます。田舎住みだから秋花粉シーズンは花が終わりますだって。うわーきつ、私もうそろそろあれだな、あのアレルスクリーン買わないと、あのスプレーでウイルスと花粉とかをブロックするってやつ、顔にスプレーしてなんかその顔の前の空間バリアするみたいなやつがあるんですけど、イハダのアレルスクリーンはね本当に最強、薬飲んであれやってればもう無敵です。タクパッパさんありがとうございます鼻セレブ以外にも柔らかいティッシュがあるけど、やはり鼻セレブが一番いいのかな、どうなんだろう、確かに柔らかいティッシュでもあれかも、エリエールみたいなやつの贅沢保湿ティッシュってやつは自分で花粉シーズン買ってる。マスク足りてますか、マスクあれ普段使いの、普段使いのマスクはみんなからいただいた KF94 マスクまだありますね。でもあってたくさんあって困るものじゃないので、送ってくださった方がいたならありがたくまた使わせていただきます。ね、秋花粉ってブタクサとかが原因らしいですよね、最悪ですね、もう本当に花が終わります。ショールーム選抜の楽曲と MV 楽しみ、ありがとう、明後日解禁です。サランラップとかいる、ラップはねある2本ぐらい今持ってます、ストック買ってある面白いな、プレゼントにラップあったら笑うでしょう劇場の人生活用品すべて揃うのウケる、ほんとだよ、私生活用品マジでファンの方から送ってもらいすぎてる気がする、ほんとにあーやばい、さっき浴衣のって書いてあった方いたな、ありがとうね、受け取りますヤッホー、どうもヨーダのポーチさんありがとう、ケーキセットだ、かわいいケーキ生活感あふれるプレゼント面白い
ゆきりんさん、メイクのコットンが大量にプレゼント来てたよね、だって。あ、そうなんだ。でも私も今使わせてもらってんの、ファンの方からもらったディオールのコットン使わせてもらってる。前はシャネルのコットン送ってくれた方がいるんだけど、そう、めっちゃ分厚くてメイクは落としやすいし、ネイルとかもなんかマニキュア取るときに除光液コットンに染み込ませて取るんだけど、すごい分厚くてしっかりしてるコットンだからね、取るのめっちゃ簡単だった本当に。餃子のポーチさん、これなんだと思う？これマカロンかな、シュークリームかな、これわかんないんだよね他のグループだけどゴミ袋とクイックルワイパーを希望しているメンバーちゃんはいた。おもろすぎるでしょ面白い。なあ、腹が死んじゃうよ。だがことあるさん、ありがとうございます。バイナルマ明日公演前に下のドンキで調達してそのままプレゼントすればいいですかね。いいんですか逆に本当に。あ、シュークリーム、さっきの。オッケー、じゃこれからシュークリームっていこう。いや、マカロンだと思うよね。わかる、マカロンって言ってごめんって書いてあるけど、わかるわかる、どっちとも取れる。おりんちゃんと一緒に練習してくれたみたいでありがとう、だってで、そんな、むしろこちらこそ一緒に使わせてもらってって感じでした。ドンキの話せる売り切れそう、やばいでしょ。ドンキのあの在庫の多さで売り切れるって多分相当届くぞそうなったら何も考えずただの顔やと思って投げてて草。あ、そうなのお菓子じゃないのそれあ劇場のお客さんみんな話せれば両手に持ってきた、何事かと思う。本当だよね、なんか必須なのかと思うわ。今まで公演後にドンキで買い物してたけど正解は公演前だったとはやばい。トムトムッティです、ありがとう。シュークリームこんなに鼻セレブが盛り上がるとはね、私の秋花粉のせいだ、超ムズムズするの後輩が話せれば美味しいっすよ言ってんの思い出して引いた。それ前話したよね、多分私の春花粉で話せれば使ってた頃にそれ話した気がする。なんか甘いんですっていうコメントがあって私もびっくりした桜のお友達さんありがとう、ヤンさんありがとうございます、ヒールありがとう、治る気がする話せれば甘いが常識みたいになってんのやばいんだけど、コメント欄話せれば甘いはなんか常識どういうこと明日大量に届くうちの一箱ぐらい食べてみてください。1枚じゃないの1枚でよくない、一箱話せれば食べなきゃいけないの紙じゃんそれは。もう甘い液につけてるのかな、怖、シロップ漬けやんそんなんダンボール製の肉は懐かしいな、あったよね、なんかニュースになってたでもなんかなんていうのか、ティッシュのそのなんか匂いの感覚として甘いっていうのはなんとなくわかる、なんか言ってる意味はわかる、そのティッシュ自体鼻
鼻につけた時の香りの感じが普通のティッシュより甘い感じがするのはちょっとわかる。怖い怖い、鼻セレブレシピって何？怖い怖い。また食べ物の話してる。怖いこと言うのやめて。ティッシュ食べ物になってる。くしゃみが出そうで出ない時の顔で。やばい。険しい。あーあっちゃんハートありがとうございます。うちのティッシュは苦味が強め、やめて。グリーンピースの代わりで枝豆入れるのは普通にめっちゃ良さげやんって感動した。あ、今日のオムライスでしょ。今日私夜ご飯オムライス作ったんですよ。えらい、マジで本当にレッスン終わりなのに。明日どうせ昼夜公園でお弁当になってしまうから、今日は作ろうと思って自炊した。えらい。あの、のせてないけどサラダもちゃんと食べた。今日はえらい、栄養偏ってない。その写真をまあモバメには送ってるんですけど、たまーにする自炊のあの結果はメールにしか載せないんだけど、そう、美味しかったよ、めっちゃ。まあ、何回か作ってるんだけど、オムライスは。そう、あれこだわりです。磯が出さん、かわいい、ありがとうございます。餃子鍋、カレー食べてます。え？餃子の鍋？いいな、美味しそう。サラダ記念日にしましょう。やばい。タワロマチさん。出来は良かった感じ、めっちゃ美味しかったです。最高。ダメです、1000個集めたら結婚して。いやいやいや、ダメです。何ですかそれは。グリーンピース苦手な自分も代用で枝豆をよく使う。そうそうそう、なんか緑身だけ欲しいみたいな感じで入れてます。人参はなんか買ったとって多分そんな使わない気がして買うのやめました。あ、明日の劇場公演行きます、手振りますだって。お、待ってます。オムライス卵焼くの難しい、いつも焦がしちゃう。わかる、オムレツとかオムライスとか卵系ってむずいよね。長ことわるさんありがとう。うちさんタコ10個ありがとう。アバター自慢したら思った、変えてたよねさっき、戻しちゃったのも怒られたので。そんな、そんな、うちさんだこ10個ありがとう、当たってくれ、涙。あぴこさんありがとう。オムライスはケチャップ以外 NG ですか、ダメですか。ダメです。私もそうですね、かけるのはケチャップです。でもオムレツになると私ソースが好きです。あの普
通のブルドックソースみたいな、そういうソースが好きです。背景変わってる、この手紙になってますね、その背景は。そう、可愛いよね今のこの背景。デミグラスのオムライス、あー、あるよね。デミグラスのオムライスだったらなんかビーフシチューオムライスがいいです。デミグラスソースをかけられるぐらいだったらもうビーフシチューオムライスに変えてほしい。もうビーフシチューとオムライスが一体化してるんだなぐらいまで言ってほしい。普通のオムライスだったらケチャップがいい、一番好きです私も。伊沢よいさんありがとう。タコ10個、カモちゃんもありがとう。バターが出なくて泣きたくて消えてしまいそうな時は嫌なー、どうして。まだ背景のジャケットがネモハモなのじわる、え、それのなんで買えなかったんだろうね。オムライスにソースかける文化じゃないからカルチャーショック。ああ本当、まあでも人によるし家庭にもよりそうだけど。サウナの写真最高でした、やばい。サウナ写真でサウナを投稿したいんだけどさ、あれ難しいんだよねマジ。ほんと必然的に水着になってしまうの、あれどうにかしたいんですけど。ガウンとかあるようなところだったらねそれでいいんですけど。ヨッピーさんありがとう。タコ10個、タコ10個。たった今 DM にチャケザダイブ動画を送りつけたので暇な時に見てください。ああこの前送るって言ってたよね、送ってもらってなかった。見る見る。私はもうチャケのアバターとりあえず諦めた。でも明日まではタコ銃投げるつもりだけどね。ほんと諦めちゃうよね。でも名前のこの男の子のアバター持ってるからいいですね。しんちゃんグレープありがとう。結婚してはダメです、ダメです。サウナのお店ジローラモさんのとこってガチ。ああ、そう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 、この前お邪魔したのはそうです。本人が登場しないサウナ投稿が多いですよね。そうだね、そういう投稿多いけど、なんかさ風景ばっかりと背景ばっかりのインスタじゃね意味ないですよね正直。私のインスタじゃないなってなっちゃうから。質問です。追消しは茶化的にあり。え、全然あり、いくらでも消せばいいよ。ケイチさん結婚してダメです。アイスありがとう、いいねありがとう。かまちゃんもありがとう。男の子チャキアーバ出てないんですよね。出ないかな、欲張り。欲張りやー、それはひまわり出てよかったね。たけさんのサウナの話を聞いていたら行きたくなって今日スーパー銭湯行った。おーいいね、スーパー銭湯。でもしばらく行ってないな、小学校以来行ってない。ケイチさんありがとう。ダメです、線香集めたらさんは1000個集めてもダメです。私のカプセル送りたいくらいで、いや本当だよね、全員に出てくれないのかな、このアバター。
涙。ツイートと黒歴史は消したくなるからね。だってなんかツイートさ、なんかいついつからいついつまで消せるみたいな機能なかったっけ。あれ別のアプリとかなのかな、サイトかアプリか連携させて、なんか黒歴史、黒歴史消去アプリみたいな、ない？ツイッターにもサカツって書いてて、コーヒーゼリーとティラミスに並んだと思った。え、そうなんだよね。ちょっとハマっちゃったから、もうなんか AKB のサウナの人になります。何それ、 AKB のサウナの人って何。私はとサカツやっちゃおうかなって、これからも。最初はなんか一回なんかインスタで有名なとこ行ってみるかな感じで行ってみたんだけど、ちょっと思いのほか整いにねハマってしまったんだよね。なんかこんなに何も考えないで、なんか瞑想するわけじゃないけど、何も考えないですっきりして体がこんなに軽くなるものがあるんだと思って、ちょっとね感動しちゃったわけよ。ちょっと感動しちゃった。チームさ、あーダメだ、鼻水が。鼻水が、誰か私の左の鼻を止めてください。ね、 AKB のサウナの人ってさ、なんかこうガンガン投稿してる AKB のサウナの人って最近サウナ流行ってるけどあんまいないなと思って、だからちょっといろんな、まあ、都内とか関東もそうだけど、まあ、今はリハーサルしてるからさ、関東ぐらいしか、関東じゃないや、東京都内とかでしか行けないけど、いろいろ行きたいなって思って。サウナハット買ったらもう戻れないよね、わかる、そこまでしちゃったもんね。だが断るさん、ありがとう。しんちゃん、ありがとう。愛知の山さん、ハートフル系、結婚してダメです。熱波師の資格にチャレンジしてみては。おー、ありだな。資格取るの。ハマってるうちなら勉強できる。来月学業に、お箱、大箱にバリ忙しい月間だから今のうちに整っておこうってやつ。それもある。でもバリ忙しい期間でも行ってやろうと思って。そう、岩盤浴とかしないの。岩盤浴も好き。岩盤浴もね前行ったんだけど、岩盤浴も良かった。筋肉痛がすぐ治って、公園とかレッスンの後に行ったこと何回かあるんだけど、なんかね秒で取れる、それがいいなと思った。そうですね。あー、近場の温泉行くと高確率で会社の上司をって、この世で一番気まずいからなかなか行けんから羨ましい。そうだよね、だから私はそういうところに行かないです。基本まあソロ活動が私はメインだっていうのもあるし、やっぱり一人で誰の目も気にせず何も考えないで一人で瞑想するっていうために行くのもあるから、そうなのよ、人がいるところにはちょっと行きたくないよね。私も近場のなんか
誰かいるだろうなってところには行きたくない。圭一さん結婚してダメでーす。そうそう、忙しい時こそ整いたい、その通りです。熱波体やばい。アロマロウリュいいよって書いてあるね。よかった、この前やったけどすごくよかったです。チャキを押す効能癒される、やばい。IQ3 謎かけおもろすぎるだろ。面白い。全力サウナーですね、トッパーじゃなくて。これから熱波帯ですか、やばい、突破帯ならぬ熱波帯はやばい。もう全然意味が残ってないんですよ、私の名前の。サウナ水風呂何周するの、うん、4が好きですかね。3だと少ないなって思います。まあ時間にもよる、その入れるところが2時間とかあれば4とか回れるけど、それより短いと3周、ギリ3周かなと思う。みんなと一緒に全力サウナーは楽しそうで、草おもろすぎるでしょ。, 笑った。ケンジさんありがとう、マカロンじゃなくてシュークリームさん。結婚してダメでーす。なんでこの結婚してを何個も集めたら結婚できるになってるの。謎なんだけど面白い。熱波ちゃんやめて、もう原型ないや。熱波ちゃんうちはやめてよ。気づかない多分私が。磯金さんありがとうございます。ダメです、1000個集めたら集めないで。シュークリームありがとう。ダメです、ダメです。銀のエンゼルシステムですな。銀のエンゼル。銀のエンゼル集めたら10個だっけあれ。金のエンゼルは1個、銀のエンゼルって5個、10個、5個だっけ。ダメなんよ。そんなシステムないんよ。こんばんは、やっほー、たけんさんありがとう。 AKB48 チーム A の大竹ひとみです。結婚してはチャケが108個受け取ったら結婚できるって聞きました。なお1個も受け取らない模様。その通り。江戸門さんありがとう、花束10個。押しタオル水含ませてステージに向けてパタパタ、え、してよ。びっしょびしょ。周りびっしょびしょ。面白い。
助けて、死んじゃう。生きていける。なんか思いっきり鼻かみたくないから、せめてミュートします。えいえいえい。鼻が痛い、ここが痛い、ここが痛い、もう稲科の花粉飛んでるのかなって。分からん。稲科鼻の下少し赤いよ。鼻の下どころか鼻全部赤くない？ここ。明日コンシーラー山ほどつけとく。でもね、これ前大変だったの、春の劇場公演とか大変だったのが、花粉やばくて途中で鼻めっちゃかむとね、その舞台袖でかむのはいいんですけど、鼻かんですぐゴーだから、あの鼻の赤みをねファンデーションとかで取る暇がなくステージ上なんですよ。もう真っ赤っかよ、やだ。え、待って、本当に止まらないんだけど、どうしよう、マスクしよっかな。あーあいつ、あーつらいよー、つらいよー。あー鼻水出る、本当に鼻が垂れる、死んじゃう死んじゃう。あーはー、助けて。応急処置で明日公園行く前に買おう薬。死んじゃう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 。よっ、こうやってこうやってマスクを消費するんだ私は。あ、風邪薬じゃなくて花粉症だから、市販のあのアレジオン買えば一発です。ちょっとサイズ大きいな、やば。待って、これ隠れちゃうな。隠れちゃうこれ。まあでも緩くて話しやすいかも、逆にぴったりよりかはこうやってショールームで話すぐらいだったらこれでいいかもしれない。ダリアさんお疲れ、ありがとう。いきこさたこありがとうございます。気持ち大きめのマスクだね。ね、なんか5枚セットとかで入ってる。やばい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 。下に合わせるか上に合わせるかみたいな。
すごい。こうすればいい。桜のお友達とヒールありがとうございます。かもちゃんもありがとう。たかゆきさんありがとう。花束それの黒欲しい。だってえ、めっちゃわかる。これの形の黒マスクね、わかる。前ちょっと思ってたけど、これの黒とか絶対顔ちっちゃく見えるよね。天秤薬シュッシュが欲しいね。うわ買ってこよう。下が余って尖ってカイジ。ネモハマティ君、祝ドボン復活したので、え、よかったね。データ死んだって言ってたじゃん。よかった、おめでたいけど結婚してるダメで。韓国マスク的なやつじゃないやつでも、これ韓国マスクなのよ。そうそうそう、なんかね、普通のこういうプリーツのマスクは本当にリハ中に口に張り付いて窒息死するから、そう、やっぱ この形か、あのボックスの形がいいです。今日使ってたやつはボックス型だったな。そう、それはね、じゃないとマジで息できない。本当に口にね張り付くんだよね、窒息、窒息。どこまで読んだかな。どんちさんありがとう、ハート。あっちゃんありがとう、餃子のポイさんありがとうございます。けいちさんありがとう。汗っかきなので窒息する気持ちわかる。あ、本当窒息だよね、毎日が窒息気味。けいちさん、花束に挟んで結婚してはダメです、しなーい。リハとか運動系はガチでそれじゃないときついだよね。さっきなんだっけ、ダイヤモンド型と韓国マスクの違いが分かんないって書いてあったけど、この形はこれじゃなくてダイヤモンド型は一緒だよ、多分一緒のもののことを言ってると思う。はあ。プリーツマスクは夏場汗かくとさすがに、さすがにね、確かに地獄か、本当にそうです。めっちゃ久々に見に来れたら嬉しい、ありがとう。よろね、口元が広いと息しやすいわ、本当にそう。9月の生写真予約しました、ありがとうございます。なんか制服着てるよね、なんかネクタイ着てた気がする、気がする。ひとみ久しぶり、おー久しぶり。ショールーム選抜入ってたね。そうそう、ショールーム選抜入ってた、入ったんですよ。あさってね出るよ、あれが MV 出ます、あさって。ネモ
T 君、あと30分で19歳の誕生日なので結婚して。え、そうなの？19歳の誕生日、そっか、まだ18だったんだね。そっちの方がびっくりだわ。フライングオメだけど結婚してはダメオメだけどダメです。パリパリって言うけど硬いの。そう、これちょっとね、ちょっと固め。でもね、息はしやすいです。今気づいたけど来週のお話会最速で MV の感想を言える。確かに。すごい、おめダメ書いてある。おめとダメで言い踏まれた「みんな若」って書いてあるけど、みんなも若い時代があったじゃないですか。同じくチャケさんにも19歳の時はありましたから。みんなだって19歳あるじゃないですか、あったじゃないですか。分かって、みんなも分かって言われた時期あったじゃないですか なんで俺は来週のお話し会を持ってないんだ。本当だ僕は今も若いです。私も今若いです。ゲイツさん結婚して、だからダメです。カモちゃんありがとう。ダメです、1000個集めたらダメで早い、結婚しても読んでないの。ダメです、シュークリーム食べたいです。みんな若いじゃないですかじゃなくて、若い時代があったじゃないですかは泣く。だってだって私だって19の時があったじゃないですかっていう世代だもん。遠い目です、遠い目。久しぶりの財津さんのファンさん、結婚してダメでーす久しぶりの財津リップグロス見た目はいつも若いって言われる。私も若干若いって言われる。前もこの先の人生で今が一番若いです。みんなその通り。ひとみちゃん、おじさんとさだおじさんとさはだです。ローソンのクリスマスケーキのカタログを見てたら4号のティラミス、そんなのあるの、最高じゃん。なんか草大量発生してるな、コメント1日結婚して3個で1000個いくから、そりゃ私でも警戒する。いやだよ、だだだだだおじさんとさなんやろう思ったらさかつか、そうだよ絶対そう。おじさんとさはだですすごくない、ちゃんと伝わってるからさで伝わってるから、ダメよダメ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 。結婚してが始まってから8ヶ月が経過した。本当に分かんない、2月の頭とかからだと思うよ。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、7ヶ月なんだそのさかっこいい髪色だね、ありがとう。青からね色落ちしてもう結構もうちゃんとシルバーになってきたね、かわいい、かわいい色です。なんかハーフアップできそうだね、今の長さあったら。髪の量を何にしました、髪型悩む。どうしよう、何にしようかな。からの色って最高ですよね。そう、髪型で印象変わるからすごい羨ましい。変わるよねそれは絶対ない、これはない、これこれでいく、めっちゃ大変そうメイクさん。前髪なくてもいいよ、本当。できるならそうするね。マレフィセントやばいな、マレフィセントやん。マレフィセント、デーモン書かないよ。やば。なんかすごいイケメンだな。なんかめっちゃ俺感ある、こっち上げると。もしかして私ってイケメンかな、モテそうなんかこっちがここら辺だけ、この辺だけ見たらめっちゃモテそうじゃない。イケメンだなローさん似合う、ありがとう。ヤンさんかっこいい、ありがとう。サイド刈り上げてたら多分クッソイケメンなって。ね、すごい、こんなにここ見せるアイドルもなかなかいないけどね。長野さんみたいになってる、これやラッセンになっちゃうな、それはラッセンにはならん。あ、さよなら、レベル1。ラッセンにはならん、ラッセンが好きにはなるけど、ラッセンにはならいます。どうしよっかな。ダメです、1000個集めたらさん、かっこいい、ありがとう。結婚してダメです。今日だけで何個集めるんですか。そう、リングライトレベル1。明日の髪型をちょっと考え。
とすると、センター分けもできる。多分センター分けの外羽も可愛いよね、多分こういう感じの。くしゃみでそう。なんかね、生誕とかツインテール公演とかショートカットのメンバーってリクエストあってもね、ほぼできないことが多いから、結局毎回そう自分でね決めたりとか、メイクさんと相談して決めるんですそうなのよ。桜のお友達さん似合う、ありがとう。そう、テール系は無理ね。ポニーテールできないし、ツインテールもできないし、ショートはねマジでねアレンジむずい。ねじりハーフアップとかだとどうなるかな。ショートカットの人にツインテールしてんの鬼よ、ほんと。こういう感じはねじり、これちょっと分量足りなかった。ねじり、ねじり、前髪下ろし、わっけ、なんだろうな。こういうのとかもあるけど、ちょっとだけみたいなとか、あとなんだろうな。こうやって継ぎ足して編むんだね。そう、難しいよね。なんかさっきのねじりみたいなやつはこうねじって、先の髪を持ってねじって、先の髪を持って、先の髪を持って、その先を取ってって、こうやってやっていくのよ。こうやってこうやってやって、でこういうピンとかでこう開けて、ここを下から刺して、このねじりの中に前に止めるとこうやって止まるんです。とかあいつのいちごさん結婚してダメです。徳島カズさんダメですおー器用やば、
中川明さん巻きやばいでしょねじねじやんねじねじ。あとは何ができるんだろうな。竹がエクステする可能性はねない。多分ケアできないです、もうこの量で。あとボブにはエクステがつけられないです。実はつけるんだったらもっと伸ばさないと、伸ばして段つけないと、この綺麗にパツンって切ってあるボブにつけるとなんか超不自然になるんですよ。だからボブにエクステつけることはなんか非推奨なんですよね。そう、推奨されていない。実はそうなんです。そうそうそう、どうしよう、まあ気分で決めよう。三つ編みと編み込みも違うの知ってますか？そう、三つ編みと編み込みは違うんです。三つ編みはもうこう取った髪の毛、この取った髪の、でもなんか女の子は知ってるけど男性陣は知らなそうだよね。そう、三つ編みはこう束を三つにやってこうやって分けてこうやって編んでくですけど、こうやって編み込みは最初は三つ編みをします。最初は最初はこうやって3つに分けて、そう、こうやって束3つに分けて三つ編みをするんですけど、こうやって、そう、こうやって、その後がそう周りも集めながら行くんですけど、実は表編みと裏編みっていうのがあって、そう、私裏しかできないんですよね。表編みが難しくてできないです。ボコボコしてるのと結構収まってる時の編み込みがあると思うんですけど違うんですよ。こっからまた取って入れて引っ張って、こっちがまた後ろから取って入れて、またこっから取って入れてみたいな、こうやってやっていくと、私がいつも公園でやってもらってる髪になります。この髪の毛ができるようになったのはコロナ禍で暇になった時に練習しました。私は毛量が多いからこうやって編み込みしてこうやってやったとしても周りの髪の毛がものすごい量残るので、そう、ボリュームダウンするだけなんでいいんですよね。だからよく好きでしょっちゅうやってます。網いっぱい出てきた、それだ。
網だらけになってるコメントが。遊べる髪があるのが羨ましい。本当毛量多いのコンプレックスだよ。でも全然メイクさんの手にかかれば何でもすごい可愛い髪型にしてくれるから嬉しいですけど。ビンさんハートありがとうございます。前髪も巻き込めそうですね。そうね、確かに。でもね、前髪巻き込んじゃうと本当の全開になっちゃうの、こういう。だからここだけ残しとかにしてもらいたいね、やるならこういう状態。ぐちゃぐちゃです。早くお風呂入ろう。終わったら、配信が終わったら。明日早いしね。うわ、うわ、あ、腰痛い。うわ、うわ、うわ、うお。今日のレッスン日はオフィシャルヒゲダンディズムさんでした。わいは今日徹夜でゲームするだと。いいな。そうじゃん、お休み3連休じゃん。3連休1日目終わりか。うわー最高だね。いいな、いいな。筋肉痛なくなったよ。波動の筋肉痛はなくなったけど、その後に普通にレッスンが続いてるから腰が痛いだけです。明日の配信は公演の合間じゃなくて、公演より全然前にやる、午前中にやると思います。うん、とりあえず2回公演終わった後もやれると思うけど、一応やっておきます。ひとみ今連休ってあるの？ないでーす。ダメでーすみたいな。なんかしらある、だいたいレッスンだったり、あとお仕事だったり公演だったり。まあでも大学とかが、学業が落ち着いたタイミングとかだと連休があります。ニコ坊さんありがとう。結婚してダメでーす。一応ね、ありがとうは言うんですよ私も。でもダメでーす。そう、前から連休になるとかわからないから予定立てられない。そうなの。なんか気づいたら連休だったってことはあるんですけど、あ、今日休みなんだ、え、明日も休みだったんだっていうのはあるんですけど、前々からこの2日間3日間は連休だって分かることがほぼないから、予定は立てづらいんですよね。難しい。
ゲリラ旅行するしか、そうそうそう、そんな感じとか、あとはなんか家族で旅行行ってる時とかは途中で加わったり、あともうなんか先に予定入れといて、その仕事が入った場合は途中で合流するのもあるし、あとは入れてて偶然その2日間なかったらよっしゃって言って遊びに行くとか、そんな感じです。お、57分な。オッケー。あと30秒でランキング読みます。久しぶりに30分配信じゃなくてちゃんと話せた気がします。なんだかんだ最近は忙しい、バタバタだったり、なんか急遽予定入れたりとかで長い時間配信できなかったんですけど、そうですね、今日はいっぱい話せてよかったですが、ちょっと花粉症のせいでマスク配信になっちゃってすいませんでした。ちょっとね、急ぼ話せれば、本当にそうなんですよ、秋花粉にやられて死にそうなんで、とりあえずお風呂入って花粉落としてきます。ではランキング読みますね。13位、ケイチさん、ありがとうございます。12位、ドンさん、ありがとうございます。11位、稲葉さん、ありがとうございます。10位、ダメです、1000個集めてもダメです、さん、ありがとうございます。9位、焼肉さん、ありがとうございます。8位、ヤンさん、ありがとうございます。7位、ローさん、ありがとうございます。6位、カモちゃん、ありがとうございます。5位、ゆきんこさん、ありがとうございます。4位、いだよいさん、ありがとうございます。3位、よっぴーさん、ありがとうございます。そして2位、ダリアさん、ありがとうございます。そして1位はうちさん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。明日ね、公演楽しみます。メンバー2人のね、あの楽しい大切な公演なので、昼夜とも楽しんできたらなと思います。おやすみなさい、バイバーイ、じゃあねー。